ブラインドフェイス、ブラインドフェイス、ブラインドフェイスは、イギリスのブルースロックバンド。メンバーは、エリック・クラプトン、G、元ヤードバーズ、クリーム、ジンジャー・ベーカー、DS、元、クリーム、スティーブ・ウィングット、VO、キー、G、元スペンサー・デービス・グループ、トラフィック、リック・グレッチ、B、元ファミリー、 有名バンド出身の大物ミュージシャンが一堂に会したいわゆるスーパーグループでブルース・トロックを融合させたパイオニアとされる。リリースされたスタジオアルバムはスーパージャイアンツのみであり収録曲のゴスペルのようなプレゼンス・オブ・ザ・ロードはクラプトンにとって重要なレパートリーの一つとなりデレクザ・ドミノス時代やソロに転じてからのライブでもしばしば演奏された。 マイウェイホームはウィンウッドのライブでたびたび演奏された。ブラインドフェイスの始まりは1968年中頃のクリームの解散に遡る。最初のスーパーグループであったクリームは数年の間に何百万ものアルバムを売り上げ、グループ及び各メンバーのレパートリーは世界的な人気を博することとなった。しかし、 バンド結成以前からのジャック・ブルースとジンジャー・ベーカーの不仲は改善されることはな。クラプトンは二人の仲を取り持つのに尽くしたがトローに終わり、結局バンドは解散となった。クリーム解体後のクラプトンは商業的に重ねったブルースを演奏することに嫌気が差し寄り、新たなジャンルへ実験的で束縛されないアプローチを進めていくことを望んでいた。スティーブ・ウィンウッドも 三年間リードシンガーを務めていたスペンサー・デイビスグループで同様の問題に直面していた。ウィンウッドはジャズの要素を取り入れることでバンドのサウンドを変化させたかったが他のメンバーと方向性が異なったことで脱退し、1967年にトラフィックを結成した。トラフィックはその2年後の1969年に活動を一時停止、ウィンウッドは 友人のクラプトンと共にサリーにあるクラプトンの地下室でセッションを始めた。ウィンウッドとクラプトンは以前にパワーハウスプロジェクトで共に活動していた。クラプトンはジャムセッションには満足していたが本格的なバンド活動を始めるのは躊躇していた。1969年のある日、ジンジャーベーカーが彼らの活動に加わり、新バンドは 最終形態に近い形となった。ただクラプトンは、ジャック・ブルースと、もしそれぞれが共に活動することがあるなら、もう一度3人でプレイすると約束しており、ベーカーを、新バンドに誘うとなれば、ブルースも加えるべきではないかという思いがあり、一方で、クリーム解散から九週間しか経っていないのに、再結成はしたくないと考えていた。その上、また、 クリームのようなスーパースターとしての環境に身を置きたくもなかった。結局ウィンウッドがベーカーはグループの音楽性を高めてくれるし、あれほどのドラマーを他に見つけるのは難しいと主張してバンドのラインナップにベーカーを加えるようクラプトンを説得した。1969年5月までにリック・グレッジ、ファミリーのベーシストが誘われ、リックは ツアー途中でファミリーを脱退して加入した。アルバムのレコーディングはエンジニアのアンディ・ジョーンズがモーガンスタジオでバックトラックの大半を録音し、アラン・オダフィーが残りのトラックを録音、オーバーダブとミックスがオリンピックスタジオで行われた。これらの作業はプロデューサーのジミー・ミラーが監修し、彼はそれぞれのトラックを商業的な標準の3から5分以内に収めのを好んだ。 その後バンドはブラインドフェイス、盲目的信頼と名付けられる。これはクラプトンの新しいグループに対するシニカルな視点からのものであった。グループ結成のニュースはメディアとファンに興奮を持って迎えられ、スーパークリームとの告知さえ行われた。バンドは1969年6月7日にロンドンのハイドパークで行われたリーコンサートでデビューし、 当時史上最高の10万人を動員したという。その内容は観客からよく受け取られたものの、クラプトンは演奏は平均以下であると考え、群衆がほとんどすべてに白紙喝采するのを、へつらいであり過分であって、クリーム時代の名声の名残によるものだと考えていた。クラプトンはバンドが十分にリハーサルもせず十分な準備ができていないと考え、ツアーに出ることを言い上がった。 バンドがクリームの二の舞になることを恐れたのである。ウィンウッドはアイランドレコードと契約していたので、彼はクラプトンとベーカーがイギリスで契約していたポリドールレコードへの貸し出しという形になった。おそらくはこの取引の一部として、彼らはアイランドレコードのためのプロモーションシングルを一枚リリースした。このシングルはアイランドがオフィスを移転したことを発表すためのものであり。 チェンジオブアドレスフロム23ジューン1969と題され、片面のみにインストゥルメンタルジャムが収められ、ラベルにグループの情報は全く記載されなかった。ラベルに記載されたその他の情報は、アイランドの新たな住所、電話番号、ケーブルアドレスのみであった。このセッションはおそらく1969年3月から5月の間にオリンピックスタジオを行われたもので、500枚。 ほどがプレスされ、ほとんどがイギリスのディスクジョッキーや音楽業界人に配布されたと考えられている。そのジャムセッションは31年後の2000年に発表されたスーパージャイアンツデラックスエディションのボーナス CD チェンジオブアドレスジャムとして日の目を見ることとった。ハイトパークでのコンサートの後、アルバムに向けてのレコーディングは継続されつつ、 スカンジナビアでの短期ツアーが行われた。バンドは小さなギングを行い、それはアメリカ及びイギリスでのツアーのリハーサルとなった。短期ツアーの後、バンドはアメリカでのツアーを行い、7月12日にはマディソンスクエアガーデンにおいて2万人の聴衆の前でプレイした。アメリカツアーは7週間続き、8月24日のハワイで終了した。ツアーでの大きな問題は、 パンドのレパートリーがごくわずかで、1時間を満たすのが、やっとであることだった。彼らは、聴衆を喜ばせるためにやむを得ず、新たなナンバーよりもさらに古く人気のあったクリームや、トラフィックのナンバーを演奏することになり、これはクラプトンが、まさにそうありたくないと考えていた状況であった。スーパークリームは、マディソンスクエアガーデンでの公演初日で観客が、引き起こした暴動の中、 ニッチもサッチもいかない状態に陥り、彼らは監修をなだめ、新曲の不足によって残された空白を埋めるために、クリーム時代からの同じマテリアルをプレイした。彼らの前座を行ったのは、フリー、テイスト、デラニーボニーといったバンドであった。特にクラプトンは、デラニーボニーの魂がこもった、気さくなブルースを気に入っていた。彼は、 ブラインドフェイスよりもデラニーボニーと過ごす時間が増え、バンドにおいてはウィンウッドにより際立った役割を任せるようになった。1969年7月にアルバムスーパージャイアンツはリリースされ、イギリス及びアメリカでチャート1位となった。アメリカではブラックアルバムスでも40位を記録し、これはイギリスのロックバンドにとっては見事な離れ技であった。 発売から1ヶ月で50万枚を売り上げ、アトランティックレコード、アメリカではアトコ及びクラプトンとベーカー巨額の利益をもたらした。本作の売れ行きはクリームのアルバムの売り上げにもつながり、こちらもアメリカではアトコの配給であった。本作のリリースは論争を引き起こした。アルバムジャケットの写真がトップレスの少女であったためである。少女は 銀色の宇宙船を手に持ち、これはロイヤルカレッジオブアート宝石職人ミック・ミリガンがデザインしたものであった。この宇宙船は男性器を象徴したものとみなされた。アメリカではイギリス版の内側に使われたバンドの写真を使ったジャケットを用した。また、イギリスでも別バージョン、薄いラミネートカバーのついたジャケットが作成された。 別バージョンのレコード番号はオリジナル版と同じであるが末尾に B が付け加えられた。カバーアートはクラプトンの個人的な友人で以前のフラットでの同居人であった写真家のボブ・サイデマンによるものであった。サイデマンはジャニス・ジョプリンやグレートフルデッドの写真でよく知られていた。バンドと少女の関係に関する噂は論争を煽ることとなった。噂の中には 彼女はベーカーの隠し子であり、バンドのグルーピーで奴隷のように扱われていたというものもあった。実際は彼女はロンドン郊外に居住しており、両親の同意の上でモデルになったのであった。これはサイデマンのジャケットに関する随筆で説明されている。ジャケットにはタイトルもバンド名も表示がなく、放送紙のみが回いに対して誰のアルバムかを説明していた。本作は 当初いくつかの国で発売禁止になったが、オリジナルのアートワークは人気が高く、コレクターズアイテムとなった。1970年代後半になると、アースレーベルから世界的に発売されることとなった。1980年代半ばには、モービルフィデリティサウンドラボから、アナログ版及びゴールド CD のリマスター版が発売された。2000年には2枚組デラックスエディションが、 ポリドールから発売され、別バージョン、アウトテイク、スタジオリハーサルが収録された。ツアーが8月に終わった後、イギリスに戻った彼らには、イギリスツアーを行うオファーもあったが、結局10月までに、バンドは事実上の解散を迎え、ブラインドフェイスの活動は半年にも満たないということになった。バンドが残したアルバムは1枚のみであったが、いくつかのライブテイクは、 ウィンウッドの1995年のアルバムに収められた。その後クラプトンはスポットライトから外れ、はじめはプラスティックオノーバンドに参加、続いてデラニーボニーフレンズのサイドマンとしてツアーに参加した。彼は自らをクリーム、ブラインドフェイスを解散させた薬病神と思い込んでいたが、これらの活動が彼を癒すこととなった。 サイドマンとしての役割の後、彼はデラニーボニーのメンバー数名と共に、新たなスーパーグループ、デレクザ・ドミノスを結成した。クラプトンは、ブラインドフェイスのレパートリーを排除せず、プレゼンス・オブ・ザ・ロード、マイ・ウェイ・ホームといった曲はその後のソロ活動でも演奏されている。クラプトンと異なり、ジンジャー・ベーカーは、ブラインドフェイスでの経験を楽しみ、 グレッチやウィンウッドと共にジンジャーベイカーズ・エアフォースを結成した。共に何度かステージに登った後、ウィンウッドはグレッチと共に合体、アイランドレコードに戻ってトラフィックを再結成した。グレッチはアルバム、ザ・ロー、スパーク・オブ・ザ・ハイ・ヒールド・ボーイズ、ウェルカム・トゥ・ザ・キャンティーンにベースで参加した。ウィンウッドはその後もソロ経歴を積み重ねたが、グレッチは 様々なグループに参加した後、1990年に脳内出血で死去した。クラプトンとウィンウッドは2000年に映画ブルースブラザース2世にルイジアナゲーターボーイズのメンバーとして出演した。クラプトンとウィンウッドは後にブラインドフェイス時代の活動を肯定的に捉え、そのレパートリーをステージで演奏したり、様々なアルバムに収録している。 2007年7月に、クラプトンとウィンウッドは、イリノイ州ブリッジビューのトヨタパークで行われた、クロスロードギターフェスティバルに出演、プレゼンスオブザロード、ードマイウェイホーム、泣きたい、気持ちの3曲を演奏し、ブラインドフェイスの再結成と騒がれた。この時の模様は同年リリースの DVD、クロスロードギターフェスティバル2007に収録された。この成功が刺激となり、 翌2008年2月には、マディソンスクエアガーデンで2人再び共演、3日間の公演を実現した。これは、公式なブラインドフェイスの再結成ではなく、むしろ、ウィンウッドとクラプトンの共演であった。彼らは、ブラインドフェイスのナンバーに加えて、トラフィック、デレクザ・ドミノス、クラプトンのソロ及びジミ・ヘンドリックスのカバーを演奏した。バンドは、ウィリー・ウィークスがベース、 ドラムは、ヤン・トーマス、キーボードは、クリス・ステイントンであった。マディソン・スクエア・ガーデン公演の模様は、2009年に、ライブアルバム及び、映像作品、ライブ、フロム・マディソン・スクエア・ガーデンとして発表された。2009年6月10日、ウィンウッドとクラプトンは、ニュージャージー州のアイゾットセンターを皮切りとする14日間に、及ぶアメリカツアーを決行した。 バックバンドは前年と大きく変わらなかったが、ドラムスがイアン・トーマスからエイブラ・ボリエル・ジュニアに交代し、バッキングボーカルにミシェル・ジョン、シャロン・ホワイトが加わった。翌2010年にはヨーロッパツアーを行い、ドラマーはスティーブ・ガッドに交代した。2011年は5月26日から6月1日までロンドンのロイヤル・アルバート・ホールでご公演を行い、 11月から12月にかけて日本で15講演を行った。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。